テレビ視聴率配信ランキング1位、トップ女優ティファニー・タン主演、漢民族以外が初めて支配した中国王朝梁、その国家統一を果たした伝説の皇后の物語。時は10世紀、由緒正しき商家の三女燕燕。你今天要是再输给我，你那匹马就必须得送给我。ある日、運命的に出会ったのは、身分も民族も異なる有能な青年、韓徳城。操練！如今的百姓朝臣，人人自危，大辽急需要改革，所以我想陪你一起，护百姓，一方安宁。只有在有限的时间里面，去做一些能够利于百姓的事情。国の未来を語り合った二人は、燕雲台で身分を超えた愛を誓い合う。熾烈な権力争いの渦中にあった梁、姉たちが王位を手にするための切り札として次期皇帝候補に見初められていく中、燕燕に訪れるもう一つの運命の出会い。他对形势的判断，还有对大局的敏锐。親友である監督上と共に皇帝の座を勝ち取った槍付け、彼が下したのはあまりにも残酷な決断だった。朕需要燕燕，大辽也需要燕燕。燕燕，我们活着不只有爱情。想想太祖系这三支这些年来也都不得安生，明知道是不对的还要死抱着不放。到底有谁可以真正镇得住皇后？将摄政大权交于皇后手中。要不是因为小燕燕，你这是自讨苦吃。自问宰相这件事情比想象中复杂的多，恐怕背后还有阴谋。我和小燕燕姐妹情断，我的亲姐姐都要杀我，我身边还有什么人是可信的？我再也不会离开你了，我愿陪你度过余生的每一日。ティファニー・タンほか、中国時代劇のオールスターキャストが共演。総制作費67億円、愛と陰謀の渦中で国家統一を果たした伝説の皇后、その激動の生涯を描く歴史エンターテイメント。那一日你我是在燕云台上定情，才能一步一步熬到今天。燕雲台 The Legend of Empress。